日本代表がドイツのボルフスブルクでドイツ代表を4対1で一周した。カタールワールドカップのグループリーグで対戦してから290日余り。敵地での再戦で世界のサッカーファンが目にしたものは、結果だけでなく、試合内容でもドイツを上回った日本サッカーの充実ぶりだった。画像、鎌田21歳と夫人が美しい花束を手に幸せそう。ラツヨでの、ハラチラ、 シュート、やんちゃそうな18歳頃と合わせて見る、30枚長。対照的だった日本とドイツ。カタール W 杯で対戦した時とは違う。あの時は序盤から主導権を握られる苦しい試合展開ながらも最後のところでしのぎきり、後半一瞬の隙を見逃さずに逆転劇へとつなげたが、今回は試合開始直後から明確なゲームプランでしっかりとドイツ相手にリードを奪うと、 後半もゲームコントロールしながら相手の攻撃を抑えきり、終盤の2ゴールでとどめを刺すという見事な試合運びを見せた。そこには積み重ねてきた成熟がある。ピッチにいる選手全員がやるべきことが分かっているから、判断スピードが速い。それぞれの選手が持つ武器の活かし方をチームで共有できているから、選択はシンプルでも脅威となる。一方、雪辱を期して臨んできたはずのドイツは、 W 背後の戦績が日本戦まで5試合でわずかに一勝と不振の沼から抜け出せないでいた。特に守備が中途半端だったどころか、いつ、誰が、どこで、どこから、どのようにアプローチするのかというのがまるで整理されておらず、それぞれの守備が単発止まりなので、どうにもボールを奪い切れない。ただドイツサイドにそんな荒さがあったとはいえ、日本は終始とても冷静に、 そして賢くパスを回しながら相手のプレスを回避し、攻撃へとリズミカルに移行していた。その舵取りを支えている選手の一人が、鎌田大地だ。自分たちが成長してると実感。試合後のミックスゾーンで、ドイツのプレスに対してパスの出口をうまく作り出せていたのではという質問に対して、確かな感触をつかんでいることを伺わせる答えを返していた。今日は良かったんじゃないですかね。 ももっっっとと点入ってもおかかしくなかったと思うドイツが良くなかったとはいえドイツのホームで彼らは彼らで今日はすごい勝ちたかっただろうしその相手にこういった試合ができるのはワールドカップの時とは違う意味のある勝利だと思うし自分たちが成長してると実感できるような試合だったかなというふうに思います互いのタスクを理解し合っているから選手間の距離の取り方もいい 日本が守備陣からパスを回しながら攻撃へのチャンスを伺っているときに、それぞれの選手は自分の位置だけではなく、周りの味方選手の位置を確認しながらポジショニングをとっている。だから、パスを受けた選手が相手からプレスを受けても、慌てることなくパスで回避することができるし、相手がパスを警戒したらボールを収めてドリブルで運ぶこともできる。